こんにちは。今日の講義は書籍大喜利の考え方です。この本はまさに今世間を席巻している大ブーム、大喜利の魅力とその考え方を探求した画期的な一冊です。発売直後から大きな反響を呼び、その需要の高まりから大重版が決定したというのですから、その衝撃は計り知れません。大喜利とはただ笑いを誘うだけではなく、思考力や創造性を鍛える上で非常に重要な要素を持っています。本書では一般的な大喜利の枠組みを超えて大喜利脳を身につけるための具体的な方法が紹介されています。著者であり日本一の大喜利出題者として知られる坊主がその経験と知識を惜しみなく伝授しています。読者は普段の生活で使える実践的なアドバイスを得ることができるでしょう。大喜利の鍛錬は単なる笑いを取るための技術ではありません。それは想像力や柔軟な思考を養い、日常の中に新たな発見や驚きをもたらすための手段なのです。本書を読めばビジネスの会議や雑談の場、さらには日常会話においても斬新なアイデアや意外な回答を生み出すことができるようになるでしょう。大喜利の考え方は単なる遊びではなく、人間としての豊かな楽しみ方を提供してくれます。それは他者とのコミュニケーションをより深め、共感を生み出すための力となるでしょう。本書が示すように、大喜利は単なる笑いの対象ではありません。それは思考の柔軟性を高め、創造性を刺激し、新たな視点を見つけるためのツールなのです。日常の中に潜むユーモアや驚きを見つけ出し、それを生かすことで、より豊かな人生を送ることができるでしょう。私たちは真剣すぎて面白みのない返答が減り、個性的で独創的なアイデアが増えることを願っています。大喜利の考え方を身につけることでその願いを実現し、より創造的で楽しい社会を築いていくことができるのです。さて、今回の講義を締めくくるにあたり、大喜利の考え方が私たちにもたらす可能性について皆さんも一度考えてみてください。笑いと共感を生み出すその力は、私たちの日常を豊かにするだけでなく、社会全体をより活気あるものに変えていくことができるのです。大喜利の考え方は、単なる笑いの要素だけでなく、深いコミュニケーションと共感の源泉となります。人々が互いに理解し合い、笑いを通じて結びつくことで、より強固な社会が形成されるでしょう。また、大喜利は創造性を刺激し、人々が常識にとらわれることなく、新たなアイデアや解決策を見つけ出す手助けをします。さらに大喜利の考え方は教育の分野にも大きな影響を与えるでしょう。従来の教育では重視されなかった柔軟な思考や発想力が大喜利を通じて育まれることで、学生たちがより自己表現をしやすくなり、学習の楽しさや興味を高めることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体が健康であることは知識や学識を得ること以上に重要だからです。健康な体があれば、私たちはより豊かな人生を送ることができます。そのためにダイエットや健康管理に特化したサービスが注目されています。その一つがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供され、食生活やメンタルのマネージメントもサポートされます。また30日間の無条件全額返金保証がついており、リスクなく挑戦できます。個室でのプライベートな空間で行われるトレーニングは、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。トレーナーが作成する専用プログラムは、あなたの目標や状態に合わせて最適化され、健康的なダイエットをサポートします。さらに無理な食事制限なしでリバウンドしにくい体づくりを目指せます。そして女性に特化したサービスとしてライザップウーマンがあります。このプログラムではウエイトトレーニングやファンクショナルトレーニング、ストレッチなどのトレーニングメニューが提供されます。低糖質だけではない、女性に必要な栄養を考慮した食事管理も行われ、個々の目的や状態に合わせたアドバイスが提供されます。さらに脂肪燃焼や美肌に効果のある美容マシンも導入されており、トレーニングと相互効果で効率的にアプローチされます。これらのサービスはダイエットだけでなく健康管理にも特化したニーズに応えるものです。健康的な体を手に入れることで
より充実した人生を送ることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。